Remember yesterday 浮気張り合わせな小さい time Remember you 涼しい Please night Rush you on this day I like 小さい time Remember I remember はじめロックスでございます。お久しぶりでございます。ということでですね、さあ今回なんですけども、スキットローでございます。ということで、なんとですね、スキットローはね、日本に来ます。5月ですね、日本で2日間、ライブを行うというね、嬉しいニュースが舞い込んできたので、これを皆さんにぜひね、お届け、しようかなと思っております。まずですね、ライブなんですが、5月ですね、5月の24日と26日、それぞれ大阪と東京で、行われます。はい、なのでまだ、3ヶ月後ぐらいなんですけども、チケットもね、今から全然取れると思います。私も日程があればぜひね、行きたいと思ってるんですが、さあどうですかね、皆さん、スキットロー、ね、ファンの方ね、たくさんいると思います。私もですね、スキットローは大好きでね、まあ、今でも聞いてますけど、本当昔はですね、聞きまくってましたね。ガンズ、モトリ、スキットロー、この3バンドをもう3年間ぐらいずっと聞いてた感じですかね、若い頃は。ってぐらい大好きな、バンドでございます。やっぱね、皆さん、このスキットローのね、来日もちろん嬉しいんですけども、やっぱ一つですね、思ってるところあると思うんですよ、皆さん。こう、でね、あのね、やっぱセバスチャンバックがいないんですよね。はい、どうしてもね、仲直りができないメンバーとね、ということで、何年か前になんかニュースで、一時セバスチャン・バックと他のメンバーがなんか和解したみたいなのが載ってたんですけど、やっぱね、再結成には至らずってことでね、決裂しちゃったらしいですよね。はい、ということで、残念ながらセバスチャン・バックはいないんですね。他のバンド、例えば、まあ、ガンズ・アンド・ローズは、まあ、アクセルが抜けて一時で、まあ、名前を変えてですね、名前を変えてっていうか、その他のメンバーは、まあ、ベルベット・リボルバーとして、まあ、活動して、まあ、それ特殊なケースですけど、例えばあとはモトリ・クルートがね、ビンス・ニール抜けてジョー・クラブに入りましたよね、一時、あとアイアン・メイでもブルース・デイキンス抜けたりとか、あとはまあジューダス・プリストもロブ・ハールフォードが、まあ、抜けたりとかですね、すごい大御所のバンドやっぱボーカル変わってるんですよね。だけど結局そのバンドに共通してることって、復活してるんですよね、やっぱボーカルが。なんだかんだで結局ガンズ・アンド・ローゼスも、まあ、アクセル戻ってきて再結成できましたし、モトリクルもビンス・ニールが帰ってきましたしね。でこういう形で活動してるわけですが、こうスキットローはね、仲直りしてくんないですよ、これは。いや、そこがやっぱね、どうしてもね、っていうね、正直なところですよね。まあ、やっぱスキットローだったらやっぱり、セバスチャン・バックの存在が絶大ですから、あのカリスマ性、あとこのパフォーマンスとかね、歌もめちゃくちゃうまいですしね、やっぱりこうセバスチャン・バックあってのスキットローみたいな、自分はそういうイメージなんですよね、やっぱりね。もちろん他のバックのね、メンバーもね、やっぱ偉大っていうのは分かるんですけども、どうしてもやっぱセバスチャン・バックというね、この超カリスマ的なフロントマンがいないっていうことで、ちょっとね、正直残念な気持ちはあるんですが、自分はね、本当時間があれば行きたいと思ってるんですよ。でですね、あともう一つ、自分ね、いろんなバンドを見に行ってるんですが、スキットローって見たことないんですよ、生で一回も。だからそういうのを含めてね、今
今回ね、本当行きたいと思ってるんですが、今回ですね、この The Gangs All Here っていうね、これ去年の秋ぐらいに出たアルバムなんですが、まあ、これを引っ提げての一応ツアーっていう名目になってるのかな、ということになってます。でですね、じゃあ新しいボーカルって誰なんだって話なんですが、今のボーカルは、この去年リリースされたね、このアルバムから、新しいシンガー、ボーカリストが加わっていることですね。エリック・グロンウォールっていう方らしいんですけど、まだ結構若いのかな、30代だと思うんですけど、この方はね、昔オーディション番組で、よく海外でオーディション番組あるじゃないですか、なんかね、アーティストを発掘するみたいな。でその時にオーディション番組に十何年前から出たらしいんですよ。その時に AT&Life を、歌ってたと、いうことで、昔からスキットロンの大ファンだったらしいんですね、彼自身が。これで、まあ、長い年月を経てスキットロールね、まあ、メンバーもね、彼に注目してたんでしょうかね、きっとね、でここに来てオファーがあってもな、オーディション受けたのか分かんないですけども、ね、めでたく、正式加入ということになったらして、まあ彼を迎えてるね、新生スキットローなんですが、この人めちゃくちゃ歌うまいんですよ、本当に。で正直自分このアルバム聴いてなくて、昨日ちょっと通して全部聴いたんですけど、まずですね、言わなきゃセバスチャン・バックと間違えるぐらいです。すっげえ似てます、はい、歌い方とか声質とかめちゃくちゃセバスチャン・バックっぽい。やっぱり本人もリスペクトしてるっていうのがあるんでしょうけどね、めちゃくちゃ似てますね、はい、ということでですね、彼のなんか YouTube チャンネル見たんですけど、いろんなバンドカバーしてるんですよね。まあガンズ&レースのユアクレジット歌ってたし、あとはまあダイヤメデとかジューダスクリストとか、そういうバンドのね歌も歌ったりなんかして、すごい、いいボーカリストですね、かっこいいですね、はい、っていうことでですね、皆さんスキットローってやっぱ自分はやっぱりファーストとセカンドなんですよね。実際セバスチャン・バックがいた頃までしか僕聴いてないんですよ、正直。っていうのはやっぱりファーストアルバムのスキットローですね、スレイブ・トゥ・ザ・グライド、セカンドアルバム、そしてサードアルバムのサブ・ヒューマン・レース、その後に、ボーカルセバスチャン・バックが脱退して、新しいボーカリストが入ってアルバム出して、その後に、もう一枚出してるんですよね。でなんとね、今回このアルバムがね、16年ぶりのアルバムらしいんですよ、これが、はい、でその前のアルバムは、まあ、聞いてないんですけども、まあ聞かなきゃいかんですよねということで、まあ、聞いてみようかなと、ライブにね聞こうかなと思ってるんですが、やっぱりね、自分はファーストですね、まあ、セカンドも大好きですけど、まあ、聞いた回数はセカンドアルバムが聞いたかな。でもやっぱりファーストアルバムが大好きで、本当擦り切れるほどですね聞きましたね、はい、でね、去年ちょっとこれ、ネットで調べたんですけど、じゃあどんな今回ツアーでどんな曲をやってるのかなってやっぱ気になるじゃないですか。でちょっと見てみたんですけども、去年やってた感じのセットリストが出てきたんで、ちょっとここに載せてみようと思いますね。当日楽しみにしている方は、ネタバレになっちゃうので見ない方がいいと思うんですけども、まあ、これで来るかどうか分かんないですけどね、基本的にこんな感じでツアーがね、やられてるみたいなんで、紹介しておきますね、はい、じゃあここに出ますんで、ざっと、基本なんかね、15曲ぐらいで、ほとんど変わんないですよ、セットリストは。変わっても1曲か2曲ぐらいなんですけども、まず1曲目はね、SF to the Grind で始まります。Won't be the one left behind!Can't be king of the world when I say to grind. Can't say to the grind. Straight to the grind. Say to the grind. ノックアウトですね、1曲目にね。はい、ということでした。1曲目、Slave to the Grind から始まってますね。で、2曲目が The Sweat ですね。これも、Slave to the Grind の、3曲目の曲ですね。はい、でその後が Big Guns ですね、これファーストアルバムの曲ですね。そして4曲目が AT&Life ですね、
で5曲目が Piece of Me ですね。これもファーストアルバムですね。6曲目が Living on a Chain Gang ですね、はい、これは Slave to the Grind の曲ですね。 One band in a breakdown, one band in a shakedown, we're on a living on a chain gang。 さあということですね。次がですね、7曲目サイコセラピーですね。サイコラブじゃないですよ、サイコセラピーですからね。これはですね、ラモンズのカバーですね。サイコセラピー、サイコセラピー、サイコセラピー、アデマラリンデサイ。これは、スキットローのカバーミニアルバムがリリースされてるんですけど、そこに入ってる曲ですね。はい、B サイドなんちゃらっていうね、アルバムだと思ったんですけど、はい。続きまして、In a Darkening Room ですね。はい、これはね、セカンドアルバムの、名バラードですね。これをどういう風にね、これ新しいボーカルの方が歌い上げるのかって、これ注目ですね、はい、めちゃくちゃ声高いですからね、この曲、はい、でその後がですね、Make a Mess ですね。これは、ファーストアルバムかな、の曲ですね。続きまして、The Gang's All Here。 ここで初めてですね、この新しいアルバム、曲が、登場しますね、はい。で次がですね、Riot Act ですね。これは Slave to the Gun の曲ですね、はい。で出ました12曲目ね、モンキービーですね。モンキービーのセルト、モンキービーのジャングルベイ、I don't believe I'm gonna モンキーのマイバー Get down みたいなね、 Get back かな、はい。で次がですね、ファーストアルバムの名バラード I Remember You でございます。次14曲目が Time Bomb、 これはこのアルバムの曲ですね。で最後はですね、皆さんおなじみ、みんなで合唱 You Go Wild、ね、ということで締めくくるというこういう流れになってますね、まあ、日本の公演で、まあ、この通りやるかどうかは分からないですが、まあ、似たような感じでやるんじゃないかなと、思っております。はい、そういったことですね、スキットローですね。いやーもうほんとね、もうほんと仲直りしてよっていう感じですよね。もうほんとね、もう見たいんですよ正直。セバスチャンバックは、僕はほんと生セバスチャンバックがどうしても見たいって言ってもね、そんなこと言っても始まんないですからね。でも新しいボーカリストに失礼ですから、そういうことにはね、はい。ということですね、皆さんスキットローのねライブ5月にありますから、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうかと思っております。ということでまたお会いしましょう。さようなら。 I know you're not my mom and the creep show man